事故の部屋が始まります。イエーイ。そんなわけで今日もゲストさんをお呼びしておりますので、呼んでみたいと思います。今日は酒と女と音楽と下ネタと悪口が大好き、次世代のヒップホップバンドバックグラウンドミュージックさんです。どうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。あれ、あ、ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。すいません、なんだかありがとうございます。はい、はい、バラが似合うと思って、ちょっと撮ってきましたんで。ありがとうございます。はいはいはい、テンション上がり、ねえ。いやこんにちは、お招きいただき、いや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 、もうちょっとしゃべ、はい、ありがとうございます。どうもですね、本当に、はい、どうもありがとうございます。今日こそ藤子の部屋へ。はい、バラ似合いますね。ありがとうございます。これはお部屋に飾りたいと思います。かわいい。ありがとうございます。はい、藤子お花大好きなんでめっちゃ嬉しいです。あ、そうなんですか。はい、なんか見ましたよ、はい、藤子の部屋。あの過去の遡って見たんですけど、なんか言ってましたね、花をのどうするかでなんか恋愛感が分かる、ね。あ、そうです、めっちゃ見てくださってますね。見てますよ。めっちゃ嬉しいです。すぐ切れてる人みたいな、ね。そうなんです。ありがとうございます。はい、え、何、え、何ですか。え、何ですか。何でもないですよ。悪口ですか。悪口です。はい。えっ、ー、そうそうそう。ちょっと待ってください、もうこんな近距離で。はい、ドキドキしちゃう、ドキドキしちゃう。今日はバックグラウンドミュージックさんに来ていただいたんですけど、どうやらボーカルさんがお休みみたいですけども。あの、サポートボーカリストがいるんですけども。あ、サポートボーカリストさんが、はい、はい、今日はちょっとご都合で。あ、ご都合でちょっとお休みみたいで、はい、惑星に帰らないと、ね、猿の惑星にね入っちゃいましたね。はい、そこはいいですけど、はい、はい。じゃあメンバー紹介でもしましょう。メンバー紹介しましょう。はい、はい、しましょう。まずはギターのトミーさんです。はい、トミーです。はい、トミーちゃん、トミーちゃん、トミーちゃん、トミちゃんで、トミちゃん、トミちゃんです。で、ベースのリュウトさん。え、ちょ、さっきからなんで喋ってくれないんですか。さっきまでめっちゃ喋ってたのに。いや、もう2人の会話がクソすぎて。いや、じゃあ、じゃあクソとか辛いんですけど、ね、はい、頑張って。はい、今もんとやると。いやいや、あの、一応出演者なんで。はい、なんで、おい、ちっちゃくて、たぶん寄ってへん。あの、緊張してはるんで、あの、緊張してるようですね。全然緊張してないです。はい、緊張できったよ。緊張できったですね。割るとこ。はい、そんなこんなで、藤子はバックグラウンドミュージックさんのことはあまり知らなくて。そうですね、まだ出会って間もない。まだ出会って間もないんですけど、はい、普段はどんな活動をされてるんですか。そうなんですか。やっぱりそうですね、お酒飲んで、はい、やっぱ女の子を口説いたり、街でビラ配りしたり、ね、そうですね、ビラ配りしたり、口説いたり、そうですね、箱持って、はい、たまにこう、ね、ステージ上がって、はい、わー言うて、キャー言うて、はい、楽しいですか。楽しいですよ。そんな活動、そうですね、ね、南北、大阪の阪締めてますね。めてますね、はい、ライブハウス、ライブハウス、ライブハウスとか出はるんですか、あまり。藤子もライブハウス最近出てないですね。ですね、はい、はあ、最近はなんかフリーライブ系が多いです、ね。あ、そうですか。はい、歌うまいね。いやいやいや、もう歌ってます。なんで引き気味なんですかって。はい、ちょっとあの声張ってなんか喋ってください。何を喋る。あ、わかんない。じゃあとりあえず、なんか質問したいと思います。どうぞ。じゃあリュウトさんは、じゃあ下ネタと女が大好きって言ってましたけど、どんな子が好きですか。どんな子。はい、かわいい子。シンプル、シンプル。かわいい子が好きみたいですね。かわいい子ですね、ですって。はい、じゃあ、終わっちゃったやん。あ、俺聞かれました。あ、じゃあ、タミリさんはどんな女の子の服装が好きですか。服装。はい、服装。はい、チャイナ。チャイナ、チャイナ。いや、適当ですよ。絶対嘘でしょ。デートの時チャイナ服で着られたらびっくりするし、それめっちゃおもろいな。ちょっと笑ってもらうかもしれない。ちょっとおもろい。これマジな話。なんかこう、なんていうの、はい、こんな感じのが好き。あー、
わかります。まあ、冬とかね、こういうやつ、ニット系ですね。ニット系をこうやってあの外で寒い中コーヒーをこう開けてあげて、はいってこうやって飲んでるのが好きですね。なるほど。らしいよ。らしいよ。なんかほわほわな感じですよね。ですね。はい。いいですね。はい、そんなこんなで、まあそんな、あれあ、ちなみに、まあ、ちなみに、なんでしょう、好きなタイプは、はい、フジコの、え、あ、好きなタイプはどうですか、あ、じゃあフジコさん、フジコの、フジコは、アイスクリームが似合う人が好きです。意味が分かれ、どうしよう、どうしよう、え、じゃあ、これは、あの、めっちゃ深い意味があるんですよ。あの、スジャータのさ、アイスクリームの永遠のこの後ろにいてる男かわいいよ。いや、かわいいですよね。え、でも、藤子のほんまにソフトクリームが似合う人が好きなんですよ。あ、子供っぽい人。違います、違います。ソフトクリームが似合うってことはすごい優しくて、目がなんか優しくて、とりあえず優しい人ですね。あのね、優しい人が好きな女は優しくないんだよね、はい、あ、そうなんですか。違うけど、多分藤子は優しいですよ。どうでもいいわ。はい、優しくなくても可愛いから。はい、え？いや、でも優しいですよ、きっと。あ、そうですか。多分ですね。そうね。はい。まあそんな、バックグランドミュージックさんですけど、ついついバックミュージックさんって言っちゃいそうになっちゃいますね。ならないですね。ちょっとびっくり。俺多分、はい、バンドやって初めて聞いたね。まあ、バックグラウンドミュージックさん、なんでバックグラウンドミュージックさんなんですか？バックグラウンドってわかります？はい、知らないです。なんか運動場みたいな名前ですね。運動場グラウンドが、はい、あ、そうですそうですそうです。すごい英語力。びっくりした。まあ、要は男の下心っていう意味ですよ、はい、あ、そうなんですか？そんなわけないじゃないですか。あ、だってでもちゃんと考えて、はい、バックグラウンドってな、はい、後ろとか下とかそういうなんか、そうですね、そこら下やん。ミュージックってまあこうネタやん。ネタ、音楽の音ネタとか、お、音を楽しむ、下向き、笑えた、無理やり、すごい考えてるけど大丈夫ですよ。はい、はい、大丈夫です。そうなんですね。え、じゃあ下ネタ音楽ってことですか？下ネタ音楽、コミックバンドです。どうも。じゃあ、歌詞も結構そういう系が、あ、だいぶ下ネタですね、本当に。お、結構あの歌詞カード PS ピーピーって。そうなんですか。最近でも藤子 YouTube で見ましたけど、結構そんな感じでは。よく聞いたら全部下ネタ。あ、そうなんですか。結構包み隠して、包み隠して、包み隠して、はい、ピンクバンドです。ピンクバンドです。コミックバンドです。どうも。らしいですね。はい、今日はそんなバックグラウンドミュージックさんの、Where っていう曲を皆さんにも紹介したいと思います、はい、それでは VTR どうぞ。目を凝らしたて街並み置き換える木々の中走らせた、ずっとそこで光っていた。きっと乾いたあれ、明日もまた曇りないあれ、壊せば止めどない雨、さっそうと流れゆく空。 We are エゴ戦場、積み重ねてきた暗さそう、弾き消せる特性、 Oh oh take you away、 Oh oh take you away、Oh, oh, take your love.
あれちょっと待って、寝てる人がいるんですか。おーい起きてください。眠たい曲やね、ほんまに。ボーカルさん、男前ですね。でしょ。はい、ほんまにね、人気めっちゃあるんじゃないですか。そうですね。はいはい、バックグラウンドミュージックさん、今後の活動予定は何か。今後の活動予定、はい、CD が出ます。あ、CD が、おめでとうございます。おめでとうございました。はい、ね、11月の11日に、はい、大阪ルイドという心斎橋のライブハウスがあるんですけど、はい、そこで環状線のリターンっていう企画ライブやってまして、4回目ですね。4回目、フォーですね。おー、うん、4回目のライブ、はい、大阪ルイドでやります。そこで、レコ初ライブでツアーの初日ですね。フォー、おめでとうございます。やりますね。はい。はい。はい、これが10月の11日。ポッキーの日ですね。はい。アルバムバースというアルバムの5曲入りですね。はい、今出来たてほやほやのあったかい感じで、はい、皆様にお届けできると思われます。はい。皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい。あとは11月3日初対バンありますよね。初対バンですね。初対バンです。先日ご紹介したランブルフィッシュさんも一緒に、フォーチュン中崎町フォーチュンフェスタに一緒に出演します。イエーイ。こちらはフリーライブになってますので、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。はい、ランブルフィッシュ兄さんと、はい、兄さんと、バックミュージックグランドさん、なんでさんと、えそうね。はい。BMG だった。 BMG さんですね。BGM さん。あ、BGM さんですね。車っぽいですね。あ、BGM さんですね。BGM でいいよもう。あ、BGM さんだ。覚えた？はい、覚えました。はい。可愛い。はい、そんなわけでまた藤子の部屋に遊びに来てください。藤子の部屋。あたい楽しかった。あたい、あたい、あたいっていうの。あたい。あのね、藤子ちゃんのあたいっていうの大好き。ありがとうございます。むしろ藤子です。あ、告白して帰ろう。ぜひあのあたいを使って帰ってくださいね。あたいを使って。はい。あたいっていう言葉を使ってくださいね、これからも。使いますよ。はい。広めましょう。そんなバックグランドミュージックさんでした。ありがとうございます。パーティーかなかね、パーティー。バイバーイ。で、あー終わりでございます。グランドミュージックさんも、ね、いろいろ頑張ってるみたいなので応援してください、はい、それでは終わりの時間になってきましたので、ここで告知をさせてください。まずは10月の19日の土曜日、天王寺アベノフープでフリーライブをいたします。
はい、こちらもお昼の2時から2ステージありますので、ぜひぜひ遊びに来てください。そして10月23日は、京橋ベロニカでライブがありますライブがあります、こちらは藤子の誕生日になっているので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。そして11月じゃなくて10月の29日がボックスというところでライブをいたしますこちらは、初参戦イベントなので、ぜひぜひ遊びに来てください。そして11月になりましたら2日に、ボルケーノというところでネオンで、ネオンというライブがあります。こちらも女の子の、ガールズの女の子のイベントなので、よかったら遊びに来てください。そして3日が先ほども宣伝いたしました中崎町ホールでライブをいたします。こちらはフリーライブなので、ぜひぜひ遊びに来てください。それでは